KB です。こちら小柳スポーツさんにいるんですけども、今回こちらアクセリベルガードを紹介していきたいと思います。アクセリベルガードは体幹とかがしっかりしてパフォーマンスがアップするっていうのが、有名だと思うんですけど、結構もう動画の見てる人は知ってると思うんですけども、自分のアクセリベルガードこれついております。試合の時は実際シリコンのやつ首につけてるんですけど、今は外してて、で自分がつけてるのはこれですね。試合でつけてるのはこのシリコンのネックレスなんですけど、こっち行くとゴムとかあるんですよね。ゴムとゴム系のシリコンとゴムで値段もちょっと変わってくるんですよ。ちょっと値段シリコンの方が上がっちゃうんですけども、効果は同じなんですけど、やっぱ見た目とかかっこよさがちょっと違うんで、僕はシリコンをおすすめしたいなと思ってます。ゴムだとね、やっぱ伸びちゃうんですよね。結構伸びちゃって、はい、最初このぐらいだったのがちょっともう何ヶ月かするとビヨーンって伸びてて、現代モデルのここに伸びきったアクセルをこう巻いてるんですよ。そういう風にもう僕はしてます、ちなみに、はい。で今回ブレスレットのアクセリベルガードが出たってことで、もう僕つけてるんですけど、これですね。で実際に売ってるのが、まあ色はもう他にいろいろいっぱいあるんですけど、こういうね、まあ今3種類ですけど、もっとあるんですよ種類。でもしねこちら気になった方は、ネットとか近くのスポーツ屋さんで売ってるかもしれないんで、ぜひともチェックしてみてほしいです。ちょっとどっちかっていうのあんまり取り扱い店は少ないかなと思うんですけど。そうですね、確かにあんまりないですけど、そうですね、結構大手のお店とかは売ってないですね。個人店のお店とか結構売ってたりするので、それかまあ翔平 TV に連絡をもらえれば僕からちょっとピックアップして、はい、したいと思います。はい、でも気になった方は一つねちょっと購入してみてはいかがでしょうか。はい、というわけで本日はアクセリベルガードを紹介しました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TVT シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。抜き抜いた切れ玉で